陸上1万メートルはマラソン世界陸上代表の加瀬田理香が制すマラソン上位入賞を目指したい g g の岡第34回ゴールデンゲームズインの岡5月4日宮崎県の岡市西海陸上競技場。ゴールデンゲームズインの岡の上位成績をチェック。日本グランプリシリーズ G3 のゴールデンゲームズインの岡が行われ。 ブダペスト世界選手権代表選考会となる女子1万メートルはマラソンで世界選手権代表を決めているカセダリカダイハツが31分49秒56で優勝した2位に5通りの姿勢動画31分59秒003位にコウ遥ハ第一生命グループが32分1秒83で入ったがブダペスト世界選手権の参加標準記録 30分40秒00突破はならなかった。加世田は優勝できてとても嬉しく思いますとしつつ、自己ベスト31分39秒86を狙っていたので、そこは悔しいですという。後半、後藤との競り合いの中で勝ち切ったことに、後半の粘りはマラソンにもつながってきますと収穫を得た。8月のブダペスト世界選手権では上位入賞できるようにしたいと力強い。 パリ五輪マラソングランドチャンピオンシップ10月15日と間隔も短いが挑戦すると決めた以上全力で頑張ります。世界選手権があったから MGC がダメというのは理由にならないと挑んでいく。2位の後藤は30分40秒を目指していたのにひどいタイム。このペースを走る力がないことを実感しましたと悔しがる。5000メートルの日本選手権でチャレンジしたいと語った。